宵宮のその譲らぬ姿勢、わらわはとても気に入っておるぞ。ミコ、それにアルベドも。状況は相分かった。申し訳ありません、八重様。よい、分かっておる。汝はただ決まりに従ったまで。それに印刷の進捗も確かに芳しくはないからの。じゃが八重堂は人々に夢と喜びを与える存在じゃ。かわゆき目の子の願いすら叶えられぬなど、みっともないことこの上なしじゃ。そうじゃな。うむ、わかった。宵宮、そして目の子よ。主らの作品を印刷させてもよいが、ちょっとした代価を払ってもらうぞ。それでもよいか？